岡崎市北部地域交流センター、名古民は岡崎市チベット前町にある公共施設。2005年4月2日、オープン。j a 愛知三河岩津支店を改築して建てられた。改修費は約2億円。愛称の提案者は岡崎市立青井中学校2年生の生徒。オープンに伴い、岡崎市役所岩津支所が本センター1階に移転した。 JA 油圧支店は同じく1階で、現在も営業している。オープン当初は、岡崎市民活動支援協議会が、市から委託を受けて、管理運営を行っていた、同団体が NPO 法人化した2006年9月4日以後は、特定非営利活動法人岡崎町育てセンター、リタが、管理運営を行っている。建物の入り口利用時間は9時21時。休館日は、 月曜日、12月29日から1月3日まで。開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分午後5時15分。名古民他市内5つの地域交流センターの管理運営を行っている特定非営利活動法人岡崎町育てセンター、リタは2006年9月4日に設立された。現在の住所は、岡崎市場委町あざ三丁目六の六 遠隔は以下の通りである。ありがとうございます。